2014年11月3日、韓国狂気道観光発展局は、中国版ツイッターの公式アカウントで、韓国の美食、刺身、と、題し、刺身といえば日本を連想する人が、多いだろうが、美食の国境は、すでに存在しない。韓国式の刺身は万人に、受け入れられるよう工夫している、と、韓国の美食として魚の、刺身を紹介。これに対し中国のネットで、反応が見られている。中国のネットでは、刺身といえば日本だろ。何で韓国が自国の美食として、刺身を紹介しているんだ？違和感を覚える。この書き込み、日本人が見たら怒るんじゃない？だって、中国が自国の美食として、キムチが美味しい、なんて紹介したら、韓国人は激怒するだろう？日本のウイスキーも世界一になったじゃん。もう美食に国境は、ないんじゃない？と、全体的に韓国が自国の、美食として刺身を紹介していることに、否定的な意見が多く見られた。